とりあえず一通り岸際のなんか完成物資みたいなのを攻めましたが、反応なしです。はい、どうも皆さんこんばんは、ソラです。本日はですね、音声別撮りということでですね、解説していこうと思うんですけども、この日、僕は千葉県の佐久間ダムというところにやってきております。まあまあ遠かったですねそれでですね、この佐久間ダムというフィールドはですね、小規模なダム、どちらかというと野ダムに近い規模のダムになってくると思うんですけども、全体的に水深が浅くて水質はマッティなフィールド、ということでね、そして関東ということもあってかわからないんですけども、地元ですごく有名なフィールドなのかもしれませんが、非常に人が多い、めちゃくちゃ人が多くて、いつもやってる川とかも人多いんですけど、もう日にならないぐらい人が多いということで、プレッシャーは尋常じゃないかなっていう感じなんですけども、比較的数が釣りやすいっていう、釣りやすいフィールドだっていう噂を聞きつけて、僕ここ2、3回ぐらい来てるんです。まだ2、3回ぐらいしか来たことないんで、フィールドの感じとしてはよく分かってないんですけども、朝一の段階でですね、この佐久間ダムの北側2つの流入部分というのかな、のうちの、東側のエリアに入ってます。そして僕が今映像で立ってる場所っていうのは、東岸の方ですね、東側の岸、東側の流入の東側の岸側に来てますね。朝一の段階で水温が12度、まあこれでもう魚も春を意識して行動しているはずなので、このエリアって比較的浅いフラットが続いてるため、そこに差し込んでる魚を狙っていこうと思って、最初シャロークランクを投入してるんですね。ただここって岸際になんかすごいいっぱい木が沈んでるんですよ。そしてその木っていうのが細い枝ぶりの木で、クランクベイトがすごく引っかかるんですよね。これがスタンプだったりとか枝ぶりが太い木だったら、クランクが当たって回転して乗り越えてきてくれるんですけど、細い枝なんでクランクが当たった瞬間に枝が曲がっちゃうんですよね。枝が曲がっちゃうことによって、クランクがフックを拾ってしまうということで、めちゃくちゃ根がかりが多い。なんで、もうスピナーベイトしか通せないなと思って、もうスピナーベイトにルアーローテーションしております。スピナーベイトかな、ディスパイクガーン、あー最低、最低です。悲しみの、悲しみの向こうへとたどり着けるなら。でスピナーベイトを引いてくるコツっていうのは、こういう木だったりとか、他にも足だったりとか冠水物資だったりとかっていうのにあまり当てないように引いてくる感じ。まあそのゴリ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 っていう風に当ててくるよりかは、こういう細い枝ぶりのところっていうのは、その隙間を塗ってくるように通してくるのが、まあ個人的に思ってる強みなので、例に及ばずこの場面でも、枝を通してくるようにね、あまり枝を揺らさないようにね、通してくるという感じで引いてきてますが、うわ、根がかるときは根がかるとき、で回収していく途中でちょっといい、ここいいなっていう場所があったんで、念のためテキサスリングを投入しております。当たりちゃうよ。え、手よりなくなったぜ。あ、当たりだよね。めっちゃ後ついてんじゃん。待て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 待
待て、手がなくなっちゃったけど、よっしゃ、二度食いしたジャンキー、よいしょ、やっぱいたじゃん、やっぱいたじゃん、小さいけどいやいました、やったね久々のバスヤンキー。何センチぐらい、ちょっとスキニーだね、30ちょっとぐらいか、テール黄色いちょっと、ロフタイム6分30秒行くぜ、この6分30秒で奇跡を起こす、よっしゃ、じゃあこれがラスト一投や、あと10秒、これ回収してくる前に録画切れちゃうかもしれない、5秒、ダメだった、クソがおしまいです、クソ、ピーピーピーピだ、つれ、マジでつれ、なんでだ、本当に朝の一発は最初良かったんだけどね、この音が全然続かない、続く人多すぎ、平日なのにアリンクねめちゃくちゃ人おるんだもんね、全然釣れんわ、お疲れ様でした。